愛人が妊娠したから離婚で。そう言って私をバカにしたように笑う健一。私が10年間も義母を介護し、葬儀の手配をすべてやった。そんな私にお礼を言うどころか、こんな裏切りを突きつけるなんて。賞味期限切れた嫁はうせろ。黙っていると夏希が彼に腕を絡ませながら言ってきた。そしてもう片方の手で相変わらずお腹を撫でている。好きにしたら、私もこの家にもう用はないし、出て行かせてもらうわ。そう告げて最低限の荷物を持って私は義実家を出た。この家には義母との思い出が詰まっている。そのため後ろ髪を引かれるが、これ以上健一と一緒にいたくない。ごめん、ちょっとお願いしたいことがあるんだけど。そして私はある人物に連絡した。それから6ヶ月後、私はしっかりと準備を整えた上で、レンジに協力を仰いで義実家に乗り込んだ。ああ、お前にも可愛い娘を見せてやるよ。そう言って私たちを迎え入れた健一。余裕そうに言ってきた彼だが。は？なんだよその目。娘の目を見て発狂したような声を出した。私は高梨真理香、37歳の兼業主婦だ。私の母親はまだ私が幼い頃に病気で他界した。もともと母には持病があったらしく、父が不在の時に発作を起こして倒れてしまったらしい。父が帰宅した時には冷たくなっていたそうだ。それから私は男で一つで育てられた。マリカのことは俺が守るからな。葬儀の場で泣きながらそう言って私を抱きしめた父。その宣言通り、祖父母の手を借りながらも私のことを一生懸命育ててくれた。忙しい仕事の合間を縫ってご飯を作ってくれたり、学校行事に出るために調整をしようと休日まで仕事をしてくれたり。マリカのためならお父さんは何でもできるんだ。そう言って私には疲れた様子を見せなかった父。きっと私の知らないところで相当無理をしていたのだろう。私が社会人になった直後、その無理がたたって倒れてしまった。すぐに病院に運ばれたが、意識が戻ることなく母の元に行ってしまう。その頃には祖父母も他界しており、私は天涯孤独になったのだ。私、お父さんに感謝の言葉も最後の別れも言えなかった。マリカ、きっとおじさんなら言わなくても分かってくれる。今頃おばさんによく頑張ったって褒められてるんじゃないかな。そんな私を支えてくれたのが幼馴染の浅田蓮司である。彼は正義感が強く、父子家庭であることで周りがいじってきた際、すぐに助けてくれた。いつも私のことを気にかけてくれ、何かあればすぐに大丈夫かと助けに来てくれる。ヒーローのような存在だ。父が亡くなった時も悲しみに暮れる私の代わりにいろいろと手配をしてくれた。そんな彼に私は心から感謝している。しかし、唯一の肉親だった父を失った私の気持ちはずっと落ち込んでいた。何かあったら言えよ。ええ、ありがとう。そう言ってくれるレンジだが、彼は仕事が忙しく、家庭環境もいいとは言えない。そのため今以上に頼ることなんてできないと思い、私は一人で抱えていた。マリカ、一緒に行きたいところがあるの、付き合ってくれない？悲しい別れがあった分、楽しい出会いをしましょう。そんな私を心配した周りが少しでも元気づけようといろいろしてくれた。外に連れ出してくれたり、合コンを開催してくれたり。マリカさんだっけ？よかったら俺と話をしない？その合コンで出会ったのが夫となる健一だった。みんなに心配をかけまいと
常に笑顔を浮かべていた私に、大丈夫、疲れちゃったと優しく声をかけてくれた健一。その場で彼と連絡先を交換し、合コンが終わった後に時間を取って話を聞いてくれた。そのおかげで私は前を向けるようになり、健一に惹かれるように。マリカさんのことが好きになっちゃった。俺と付き合ってくれないかな。直後、彼から告白されたことで交際開始。数年の交際期間を経て、私たちは結婚した。子供はいないが、穏やかで幸せな生活を送っている。そんなある日のことだった。あれ？誰からの電話かしら？私のスマホに見知らぬ番号から連絡があり、調べてみると、義実家近くの病院のものだと判明。そのため急いでかけ直すことに。え？お母さんが？知らされたのは、義母が病院に運ばれたというものだった。マリカさんは本当に優しい子ね。あなたが健一のお嫁さんになってくれて嬉しいわ。義実家で一人暮らししている義母は、私が訪問するたびにそう言ってくれる。天涯孤独となった私のことを気にかけ、本当の娘のように接してくれた。そんな優しい義母を私も慕っており、嫁姑関係は良好だと言えるだろう。それもあり、私は上司に相談して早退し、病院に駆けつけた。お母さんが大変な時だって言うのに、健一は一体何をしてるの？病院に向かいながら何度も健一に連絡したが、彼が電話に出ることはなかった。メッセージも送ったものの、既読にすらならない。そのため私は一人で義母の元に行くことに。お母さん、大丈夫ですか？ああ、マリカさん、迷惑をかけてごめんなさい。案内された病室には、弱々しくベッドに寝ている義母がいた。医師の話によると、義母は玄関先で倒れているところをご近所さんに発見され、救急車でこの病院に運ばれたらしい。発見は早かったものの、脳の病気なので後遺症は免れないとのこと。もしかすると今後寝たきりになる可能性もあります。そう説明を受けた。命が助かったことは嬉しいことだ。しかし散歩が好きで、暇さえあればあちこち歩き回っていた義母が寝たきりになってしまう、その現実は私が一人で受け止めるには大きすぎた。どうして出てくれないの？今後のことを考えるとどうしても不安になってしまう。そんな思いを健一に共有したくても彼とは連絡がつかない。すると相変わらず電話には出ないが、ようやくメッセージに既読がついた。母さんどうだった？健一から来たのは一言、そんなメッセージだけ。それに私は医師から受けた説明をそのまま書いて送る。そのメッセージに既読はついたものの、それ以上健一から返事が来ることはなかった。それから私は入院などの諸々の手続きをして帰宅することに。あ、おかえり。え、健一？精神的に疲労した私が家に帰ると、そこにはソファーに寝転がっている健一の姿が。健一、帰ってたの？それならお母さんのところに顔を出せばよかったのに。何も考えずに健一にそう言うと、一瞬面倒くさそうな顔をした。それに私は、えっと固まる。今まで見たことのない表情であり、優しい彼がそんな顔をするとは思わなかったからだ。本当にごめんな。仕事が忙しくてどうしても抜け出せなかったんだ。そうなの。マリカに押し付けて本当に悪かったと思ってる。しかし、その表情はすぐに消え、申し訳なさそうな顔になる。その表情で改めて話を聞かせてくれという彼に、さっきの表情は気のせいだと思い込むことにした。
そして改めて義母のことを話す。そうか、いろいろとありがとう。どういたしまして。優しい笑顔を浮かべる彼に私も笑顔でうなずいた。それからしばらくして義母が退院することに。やはり後遺症が残り、今までのように義実家で一人暮らしするのは大変だろう。そのため今後どうするか退院する前に話をすることになった。マリカ、仕事を辞めてくれないか。え？申し訳なさそうに私に懇願してくる健一。彼としては今までたくさんの愛情を注いでもらったこともあり、親孝行せずに施設に入れるのは忍びない。しかしそうなると同居は必須になる。でも俺は今プロジェクトリーダーを任せられてて介護するのは難しいんだ。だからマリカに仕事を辞めて母さんの介護をしてほしい。私としては義母と同居して介護するのは構わないと思っている。義母のことは好きだし、今までよくしてもらった恩返しをしたいとも考えているからだ。とはいえ今の仕事は好きなのですぐに辞める決断ができない。少し考える時間が欲しい。お母さんの退院までには決断するから。ああ、わかった。私の返答にどこか不満そうな声で言ってくる健一。そんな姿に少しだけモヤモヤするものがあった。どうしましょうか。何を悩んでいるんだ。翌日、悩みながら仕事をしているとレンジに声をかけられる。実は私とレンジは同じ会社で仕事をしているのだ。健一さんと何かあった？俺でよかったら話聞くぞ。どうやら私が考え込んでいる様子を見て休憩中に声をかけてくれたらしい。口調は柔らかいが、さっさと話せと目で訴えていた。そのため私は昨日の健一とのやりとりを話す。それなら仕事は辞めないで一旦介護休暇を取ってみたら。するとレンジからそんな提案をされた。ひとまず介護休暇を取り、その後のことはおいおい決めていけばいい。もし余裕が出たらリモートワークに切り替えるのも手だ。そんなの全然思いつかなかった。いきなりのことだったからマリカも混乱してたんだろう。そうかもしれない。相談に乗ってくれてありがとう。具体的なアドバイスをくれたレンジに心の底から感謝する。帰ったら早速健一と話してみるね。そう言うとレンジは少し考える素振りを見せた。そんな彼の様子に今度は私がどうしたのか尋ねる。いや、まあちょっとね。しかしその質問は笑顔でごまかされてしまった。その表情を見る限りこれ以上聞いても無駄だろう。そういえば妹ちゃんとはどうなの？相変わらずだよ。私の言葉にレンジは深くため息をついた。彼には6つ下の妹がいる。その妹はいわゆる問題児だ。男を特会引っかいにしてトラブルばかり起こしてる。男性関係で問題を起こし、時には窃盗騒ぎを起こすような妹だ。その度にレンジが妹を叱りつけているが、問題は彼の両親だ。彼の両親はもともと女の子が欲しくてたまらなかったらしい。しかし最初の子供は男の子。それからしばらく妊娠できず、ようやくできたのが待望の女の子だった。そのせいか妹が何をしてもこの子は悪くない、お前は厳しすぎるってなぜか俺を責めてくるし、そのせいであいつも全然反省しないんだよ。その結果彼があんなんでも家族だからと尻拭いをするようになった。そんな彼を私はずっと見てきたし、時にはフォローすることも。相変わらずなのね。一応彼の妹とは顔なじみだ。まあ年が離れているのであまり関わりがない。
そのため私が彼女の被害に遭うことはなかった。いつでも愚痴を聞くよ。ありがとう。その時は頼む。私の言葉に彼は笑いながら返した。そして私は義母の介護を始めることに。ごめんなさいね、マリカさん。いいんですよ。私も好きでやってるんですから。義母は終始私に申し訳なさそうにしていた。それに私はいつも笑顔で気にしていないと返している。実際本当に気にならないのだ。義母は不自由な体でも自分でできることはしてくれるし、ヘルパーさんたちもいてくれる。そのため予想よりも苦労していない。それよりも私が気になるのは健一のことだ。仕事が忙しいから帰るの遅くなる。一緒に義実家に引っ越したところまでは良かったが、彼は仕事を理由に家にいる時間がほとんどない。深夜に帰ってくるならまだいい方である。朝帰りやどこかに泊まってそのまま仕事に行くなんてしょっちゅうだ。休日も一日出かけており、私と過ごす時間なんてほとんどない。健一がごめんなさいね。そんな彼に義母は申し訳なさそうな顔をする。お母さんが謝らないでください。私なら大丈夫ですから。それに心配かけまいと私は毎回笑顔でそう返していた。ただやはり鬱憤は溜まってしまう。そのため私は時々レンジと連絡を取り、お互いの愚痴を言い合うことも。あなたがうちに来てくれてもう10年ね。ええ、あっという間でしたね。そんな日々を過ごしていると、いつの間にか10年という月日が流れた。その頃には義母はすっかり弱っており、ほとんどの時間を寝て過ごしている。あなたには本当に感謝しているわ。そんな、私は大好きなお母さんの世話ができるだけでも十分幸せでしたよ。本当にありがとう。あなたが私の娘になってくれて本当に嬉しいわ。そう話した直後、義母は天国へ旅立った。お母さんの葬儀どうするつもり？この10年ですっかり冷め切った関係になった私たち夫婦。それでもと思い、健一と相談しながら葬儀をしようとした。そういうのはお前に任せる。しかし健一は冷たくそう言うだけ。そんな彼にため息をつき、私だけで手配することに。その後無事に義母を送り出し、遺品整理もなんとか落ち着いた頃。お疲れさん。やっぱりお前に任せて正解だったな。葬儀にも顔を出さなかった健一が一人の女性を連れて現れた。今さら顔を出して何の用？それとそちらの女性は？ああ、俺の愛人だよ。冷たい声で話す私に見せつけるように隣に立つ女性を抱き寄せる健一。どうも、健一さんの本命の夏樹です。私のことをバカにしたように笑いながら言ってくる彼女。その手は自分のお腹を撫でており、あることを察した。あなた、もしかして？そうつぶやくと二人はにやりと笑う。愛人が妊娠したから離婚で。そう言って私をバカにしたように笑う健一。私が10年間も義母を介護し、葬儀の手配をすべてやった。そんな私にお礼を言うどころか、こんな裏切りを突きつけるなんて。賞味期限切れた嫁はうせろ。黙っていると夏希が彼に腕を絡ませながら言ってきた。そしてもう片方の手で相変わらずお腹を撫でている。好きにしたら、私もこの家にもう用はないし出て行かせてもらうわ。そう告げて
最低限の荷物を持って私は義実家を出た。この家には義母との思い出が詰まっている。そのため後ろ髪を引かれるが、これ以上健一と一緒にいたくない。ごめん、ちょっとお願いしたいことがあるんだけど。そして私はある人物に連絡した。それから6ヶ月後、私はしっかりと準備を整えた上でレンジに協力を仰いで義実家に乗り込んだ。現在義実家に住んでいるのは健一だけ。愛人である夏希は里帰り出産しているが、今日この家に帰ってくる予定である。そんな夏希が来る前にこうして顔を出したわけだ。マリカ、お前今更なんのよ。インターホンを鳴らすと嫌そうな顔の健一が私を出迎えた。そして私の隣に立つレンジの姿を見て驚いたように目を丸くする。これは浅田社長、まさかあなたがいらっしゃるとは。慌ててレンジに挨拶する健一。実はレンジは私が働いている会社の社長で、健一にとっては重要な取引先の社長なのだ。そもそも私と健一が結婚したことで、レンジはこれも何かの縁と健一の会社と契約した。その功績で彼はプロジェクトリーダーに抜擢され出世したわけである。今日はどういったご用事で。そのことを今思い出したのか、一瞬やばいという顔をする健一。今日あの新妻さんが帰ってくるんでしょ。そうだけど、なんでお前が知ってるんだよ。そんな彼に私は微笑みながらそう問いかけた。すると健一はレンジの方を気にしながらぶっきらぼうに返してくる。いろいろとつてがあるの。せっかくだからあなたの可愛い娘を見せてくれないかしら。私がそう言うと健一の顔がほころぶ。よほど子供が自慢なのだろう。ああ、お前にも可愛い娘を見せてやるよ。そう言って私たちを迎え入れた健一。それに私とレンジはにやりと笑いながら家の中に入った。それから少しして、ただいまって、なんでもう用済みの元嫁がいるのよ。夏希とその両親がやってくる。彼女は私にそう言い、そしてレンジの姿に驚いたような顔をした。え、お兄ちゃん。そう、夏希は例の問題児妹だったのだ。その表情はなんでここにと問いかけており、そんな彼女にレンジは冷たい視線を送る。お前は俺に迷惑をかけるのがよっぽど好きなんだな。私ですらゾッとする冷たい声。その声に夏希だけでなく彼女の両親や健一までビクッとした。男女関係にだらしないと前々から思ってはいたが、まさか知人の旦那と不倫するなんて。そうレンジがつぶやくと夏希は気まずそうな顔をする。レンジの話によると彼女は知り合いである私の夫だと分かっていて手を出したらしい。相変わらずその性根は腐っているようだ。それより俺の娘をよく見せてくれよ。気まずい空気に耐えられなかったのか、健一がそう言って夏希に歩み寄る。彼女の腕の中にいる赤ん坊は可愛らしい寝顔を浮かべていた。この子が俺の娘か、可愛いな。そう言いデレデレとした顔をする健一。一方で私は赤ん坊の顔に違和感を感じる。あれ、鼻が。数秒見つめてようやく気づいた。なんだか鼻が少し高いのだ。思わずレンジの顔を見ると彼も気づいたのか、呆れたような顔でうなずく。おそらく気づいていないのはメロメロになっている健一だけだろう。ほら、かわいいだろ。お前の娘だったらこんなかわいく生まれなかっただろうな。そんなことを余裕そうに言ってきた彼だが、お、おき、
え？娘の目が開くと表情が一変する。は？なんだよその目。娘の目を見て発狂したような声を出した。私たちの視界に入ったのは青い瞳。明らかに健一の子供ではなかった。どういうことだよ、この子は俺の子供じゃないのか。健一が大声を出したことで娘ちゃんが大泣きする。ちょっと大きい声出さないでよ。あーもうお願いだから泣きやんで。その途端夏希たちが慌て出した。まるで扱いがわからないかのように大声で泣き止ませようとする。しかしそれは逆効果で余計に泣き叫ぶ娘ちゃん。はあ、渡せ。するとレンジが深いため息をついて娘ちゃんを抱き上げた。そして優しくあやすと次第に追いついて眠り始める。ずいぶん慣れてるのね。その様子を見て思わずそう声をかけた。私の言葉にレンジは困ったように笑う。普段からナナの面倒を見てるのが俺だからな。ナナというのは娘ちゃんの名前だそうだ。それからレンジは疲れたように話し始めた。夏希は自分が出産して疲れてると言って何もせずにゴロゴロ。あんたら両親はそれを甘やかすだけ。結果ナナの面倒を見るのは俺か俺が雇ったシッターだけ。もともとレンジは面倒を見るつもりはなかった。しかしナナちゃんに罪はない。それにもかかわらず放置されている彼女を放っておけず、結果面倒を見ているそうだ。そんなことより、なんでナナの目が青いんだ。大声を出さないで。ナナちゃんを泣かせたいの？というか今まで知らなかったの？うるさい。何でも出産するまでは夏希の実家に顔を出していた健一だが、出産後は疲れている顔を見られたくないという彼女の言葉があり、家に行かないようにしていたらしい。その結果今日まで顔を合わせることはなかったそうだ。だから知らなかったんだよ。それで顔を出さないあなたもあなただと思いますが、なんですぐにバレるとわかるのに何の対策もしていないんだ。呆れたように言うレンジに夏希は目をそらす。それにまたため息をつくレンジ。どうせ赤ちゃんは寝てるか泣いてるかだからバレないだろとでも思ってたんだろう。レンジ曰く夏希は奈々ちゃんのことを表面上は可愛がっているがあまり関心がないとのこと。それは健一も同じだろうと考え何も対策しなかったらしい。どのみち成長したらバレるに決まってるだろうに。夏希の能天気具合に私まで呆れてしまった。ふざけるな、俺を裏切りやがって。それについてはあなたは文句言えないわよ。裏切り行為をしていたのはあなたも同じなのだから。私の言葉にぐっと押し黙る健一。彼が私に義母の介護を押し付けて浮気行為をしたのは事実だからだ。実はそのことで話をしに来たのよ。え？あなたと夏希に慰謝料を請求するわ。にっこりと笑いながらそう告げる。すると健一と夏希の動きがピタリと止まった。は？慰謝料？呆然としたように言う健一。あれだけ堂々と浮気宣言をしておいて今さら何を驚いているのだろう。ええ、そうよ。裏切り行為をしたんだからその責任を取るのは当然でしょ。だけど俺の子供じゃない。だから何？あなたが浮気をしたのは事実でしょ。少なくとも自分の子供だって思うことはしたんじゃないの？睨みながら言えば、でも、いや、だけど、と言い訳を探し始める。そんな健一にレンジが鋭い視線を向けた。同じ男として言わせてもらうが、責任は取るべきだろう。今後のことを考えるなら、な。健一の行動次第で契約を打ち切る。
遠回しにそう言われた健一はさっと顔を青ざめさせた。わかった。契約打ち切りとなれば健一の立場は一気に悪くなる。それを察した健一はしぶしぶうなずいた。それから数日後、私が新居で暮らしていると健一から連絡が来た。何の用かしら。というより早く慰謝料を払ってちょうだい。なあ、俺たちやり直さないか。は？健一の言葉に私の口から冷たい声が出た。この男は一体何を言っているんだろう。やっぱり俺にはマリカしかいないんだ。だから。そうね。私がいないとお母さんの遺産がもらえないものね。私の言葉に押し黙る健一。実はあの後弁護士から連絡があった。義母の遺産を私に譲るように書かれた遺言書があったらしい。義母は私のことを本当の娘だと思い、自分の介護を一生懸命してくれた私にとても感謝していた。逆に介護を押し付けて遊び回っている健一を心の底から嫌悪していたのだ。まさかお母さんがあなたの調査をしているとは思わなかったわ。お前は知ってたんじゃないのか。いいえ、知らなかったわ。弁護士からの連絡で初めて知ったの。いくら私がつきっきりで介護していたとはいえ、ヘルパーさんに任せることもあったし、義母のお客さんが来た時には席を外していた。その際に健一の調査依頼と遺言書の作成をしていたらしい。そのおかげで十分な証拠が集まったわ。俺の母親だぞ。その母親も妻も裏切った分際で何を言ってるのよ。正直、初めに弁護士から連絡をもらった時、私は遺産を受け取るのを拒否しようとした。しかし遺言書の中には私への感謝と謝罪の言葉が綴られており、それを読んだ私は遺産を受け取ることに。遺言書にはあなたのことを散々詫びる言葉が綴られてたわ。それと何度も私に離婚を勧めようとしたけど、離婚したらあなたが自分の面倒を見てくれるとは思えない、だから言い出せなかった。遺産はそのお詫びだって書いてあったの。確かに義母に健一の浮気のことを教えてもらえなかったのは悲しかった。しかし義母の気持ちもわかるのだ。いくらヘルパーさんがいるとはいえ、そもそも雇っていたのは私だった。もし離婚したら、そのヘルパーさんも解雇してしまうかもしれない。そうなれば、自分の介護をしてくれる人はいなくなり、不自由な体では満足に生活するのもままならない。まあ、教えられても義母の介護のことを考えて離婚できなかっただろう。むしろモヤモヤを抱えて生活していくことになり、下手すると義母ともギスギスした関係になっていたかもしれない。そう考えると教えてもらわなくて正解だったと思う。だけど俺がいないと生活していけないだろう。介護のために仕事を辞めたんだから。辞めてないわよ。え？10年前、私はレンジの提案に乗り、会社の介護休暇を利用させてもらった。ある程度介護に慣れた後はリモートワークで仕事をするようになったので、現在も収入はあるのだ。そのことを説明すると、健一はそんなの聞いてないとわめき出す。話したわよ。まあその時には愛人に夢中で私の話なんて聞いてなかったんでしょうけど、あの時すでに健一と夏希は浮気関係にあった。だから私からの連絡に出なかったし、入院の手配なども私に押し付けたのだ。夏希にも散々貢いだようね。それで貯金がなくて焦ってるんでしょ。健一は夏希に散々貢いでおり、貯金が全くない。それでも義母の遺産があるだろうと借金をして生活をし、給料は夏希に貢ぐ日々。しかし遺産は全て私に譲るという遺言書のせいで、慰謝料どころか今後の生活費もない状態なのだ。ちなみに遺留分は共有財産の使い込みを代理で支払ったという形にしたので、
それも残っていない。まあ、プロジェクトリーダーさんなら十分な稼ぎもあるんでしょ？お前、分かってて言ってるだろ。ええ、レンジから教えてもらったわ。あの後、レンジは契約破棄はしなかった。しかし、圭一の会社の社長に今回のことを話していたのだ。話を聞いた社長は、他の社員がいる前でそのことを問いただしたことで、あっという間に噂話が広まった。そのせいでプロジェクトリーダーからは降ろされて、みんな俺のことを白い目で見るんだぞ。そう、よかったじゃない。まだそれくらいで済んで。何がよかったんだよ。健一の怒鳴り声に私はにっこりと微笑んだ。未だに慰謝料を支払っていないでしょう。それに怒ったレンジが妻を裏切り、約束も守らない奴がいるところと契約したくないって言ったのよ。え？仕事よりあなたを取ってくれる社長だったらいいわね。そう告げて私は電話を切った。今頃健一は顔を真っ青にさせているだろう。そんな健一の表情を予想して私は思わず声に出して笑ってしまった。楽しそうだな。するとレンジが穏やかに微笑みながら声をかけてくる。実は私はレンジと一緒に暮らしているのだ。ずっと言えなかったんだけど、俺マリカのことが好きなんだ。あの日の帰り道、私は彼に告白された。私なんかでいいの？子供の頃から私にとってレンジは憧れの存在だった。だから夏希の尻拭いを手伝ったし、手助けしたくて彼の会社に入ったのである。しかし特別な存在だからこそ、私なんかが釣り合わないと考えて彼のことは諦めていた。何より彼は学生で会社を立ち上げており、社会人になった後も会社を安定させるために奔走する日々を送っていたのだ。そのため私は彼に何も告げずに勝手に失恋し、父を失った悲しみも相まって精神的に弱まっていた。そんな私の心に付け入ったのが圭一だった。それで学習した。マリカのことが好きならもっと早く動くべきだったって。そう言って私の手を取るレンジ。俺と付き合ってください。その言葉に私がうなずいたことで交際を開始した。そこでレンジが実家を出て新居を購入。今は二人で同棲しており、幸せな生活を送っている。マリカ、ちょっと相談があるんだけどいいかな？ええ、もちろん。あれから間もなく私たちは結婚した。穏やかな結婚生活を送っているとレンジから真剣な表情で声をかけられる。ナナのことなんだけど。レンジは実家を出たものの、ナナちゃんのことを気にしてベビーシッターを雇い続けている。そのシッターから夏希が家を出たことを知らされたそうだ。どうやらナナちゃんの本当の父親と駆け落ちしたらしい。その父親に関してはすでに調べがついているので、今度しっかり罰を受けてもらうとのこと。健一さんもこの間のことで解雇されて、家を売った後は借金取りに確保されたみたいだ。結局解雇された健一は闇金に借金して慰謝料を払った。その結果義実家を売却したものの、借金返済できず黒服に連れて行かれたらしい。そんな状態なので、ナナちゃんの面倒を見れる人は夏希の両親しかいない。しかし夏希が家中の金を持ち逃げした上で彼女の分の慰謝料を代わりに支払っており、子供を育てる余裕がないのだ。それでなんだけど、あなたさえよければナナちゃんを一緒に育てましょう。私の言葉にレンジがバッと顔を見てくる。それに私は微笑んだ。ありがとう、マリカ。そしてレンジは
今後私たち夫婦に関わらないのを条件に、ナナちゃんを引き取った。これからは家族三人幸せになりましょうね。あ、改めてよろしく。私はナナちゃんを抱っこしながら、レンジと微笑み合った。ナナちゃんが私たちの娘になって、10年の月日が流れた。私たちは養子縁組をしており、正真正銘の親子として暮らしている。あのね、お母さん。どうしたの、ナナ。はい。私に赤いカーネーションを差し出すナナ。今日は母の日だから、お母さん、いつもありがとう。大好きだよ。そう言って笑う彼女を私は抱きしめる。この子が私の娘になってくれて本当によかった。そう思いながら、私も大好きだよと返す。そんな私たちを帰宅したレンジが見て、一緒になってナナを抱きしめる。私は今とても幸せで、そんな幸せを送れるきっかけを作ってくれた亡き義母に感謝した。